皆さんこんにちは。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今回は戸建て住宅にお住まいのお客様宅、玄関の壁紙の張り替えをさせていただきました。既存の壁紙は白いビニールクロスになっています。そして今回チョイスいただいた壁紙はウィリアム・モリスのピュア・モリスから、このどんぐりのデザイン、ピュア・エーコンをチョイスいただいています。今回はこちらのお客様宅の工事のビフォア・アフターをご紹介します。こちらが白い壁紙の工事着工前の画像になります。そしてこちらが工事完成後の動画になります。このオリジナルは1879年にウィリアム・モリスによってデザインが発表されています。そして現在のモリススタジオのスタッフさんが、もしモリスが生きていたらこのようなデザインをするだろうというコンセプトのもとに発表されたピュア・エーコンになりますが、比較的このピュア・エーコンはオリジナルに近い感覚を持った色使いデザインになります。全体的に広がるパターンは大きく伸びやかで存在感を感じるデザインですね。鏡に映し出したような左右反転の柄が特徴のデザインになっています。いかがでしょう。だいぶこう玄関の表情が変わりました。どうぞウィリアム・モリスインテリアに対するご相談は気軽に私どもベストインテリアにお声掛けください。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。